となりました。最後の曲はコンドルは飛んでゆく、あちらにコンドルが飛んでいるんですが見えますでしょうか。はい、実際にはコンドリはくちばしから尾の先まで 1.2メートル、翼を広げると3メートルあるそうですが、ググッと小さくしてここへ連れてまいりました。はい、コンドルが飛んでおります。この曲は世界的に最もよく知られているペルーのフォルクローレの代表的な曲です。今日は特別に私たちクラブの講師ハセゆかり先生のソロで始まるバージョンでお届けいたします。ハセ先生、どうぞご登場ください。みんなから温かい拍手をありがとうございます。ハセゆかり先生です。はい、それではコンドルは飛んでゆく、お聴きください。